流域ものチャンネル。はい、皆さんこんにちは、流域ものチャンネルです。最近ですね、毎日投稿をまたしてるんですよね。まあゴールデンウィーク中だけね、毎日投稿させていただこうかなと思っております。でないとね、多分くじけると思うんですよね。なかなか大変な作業ですからね。とりあえずゴールデンウィーク頑張っていきます。さあ本日もですね、早速ですが行ってみましょう。でこれでいかんとかないやんな。それでは行ってみましょう。レッツメダカ。それでは行ってまいりたいと思います。この前ですね、地方新聞にね載ったんですよ。環境保護に関心を持ってという題でですね載ったんですけども、まあ私霞山椒魚の保護活動をしておりまして、まあ、それが新聞に取り上げられたという話でね、自然を大切にと言うてね、学校にもね出前授業って言ってるんですよね。メダカの授業違いますよ。生き物全体と命の大切さの勉強ですけどね。例えばそこにはね、トカゲ持って行ったり、カメ持って行ったり、メダカにハムスター、カエルにウーパールーパー、イモリに松ぼっくり、ね、金魚レオパー、ザリガニとかね、いろいろ持ってね、子供たちとねいろいろな話をねしてあげたり、一緒になってねその生き物を触ったりをしながら環境保護ということでね努めてまいっております。そんな話です。そういうわけでですね、ちょっと本題に入りますが、最近ね桶がめちゃくちゃ空いてきたんですよね。ちょっとね、ずいぶん前に地元で売ってみたいななんて私言ってたでしょ。近くにメダカ屋さんがないからってね。でね、この前から旗一本立ててねやってみたところ、結構ねお客さんの反応良かったですね。メダカ売ってるんかとかね言ってね、遊びに来てくれるようになりました。それはもう買っていただくとかそういう事件じゃなくてもね、ありがたいことですよ。ほんでもっとねびっくりしたんがね、結構隠れメダカファンがねめちゃくちゃ多いことに気づきました。こういう田舎でもね結構ね飼われてる人多いですね。まあ田舎やから飼ってられるっていうのもあるかもわからないですけど、なんか聞いてきはるんですよ。こんなんどうや、あんなんどうや言って、うんうんそうやなそうやな言うて、あー知ってたみたいな、そんな話になるんですけど、ある人がね、例えば今みたいに私が話したら、まあそうなるんやろうけどそこまではわかんねん、それでなこっからとこうなるやろ、ほんでどうなんのみたいなこと言わはるんですよね。ほんでそれをまた答えると、そうそうそうわかるわかるって、お前全部知っとるかなみたいな話言いませんよ。そんなことは心の中で思ってるんですよ。めちゃくちゃ詳しいやんみたいなね。じゃあなんで聞くんみたいな話があったんですよね。お話を聞いてますとね、やっぱりね大体の方がね SNS からの情報ですよね。めちゃくちゃ調べたり見たりしてるんですよね。ほんでね、やっぱりメダカ YouTube なんかねめちゃくちゃ影響力大きいですね。やっぱりこっちでもねやばいですよ今時は。何人かに聞いてたらね、あの YouTuber さんがね前に言ってたやつやなとかね、エピソードトークが次々と出てきてね、私は心の中で笑ってるんですけどもね、知ってますとか言わんとね知らんふりしてるんですけど、まあ私も根性悪いんかなと思うんですけど、勝手にそれは違いますよなんか言うたりしてね、もう誰の YouTuber さんとかそんな言わんとね、まあ勝手に否定しながら遊んでるんですけども、他にどんな人知ってますとかも聞くんですよね。で私の知ってる人出てけへんからなとか言いながらね、何人にも聞くんですよ。なかなかねレッツメダカが出てこないんですよね。当たり前ですけどね、こんな弱小メダカ男がね出てくるわけもないんですけども、まあそんな時にはですね、その人と話をやめて早めにもうとっとと帰ってもらうんですけど、まあ嘘です。はい、ちゃんと最後までね泣きながら話聞いてるんですけどもね、まあ、それがねこの前一度だけおられたんですよ。若いお姉さんがね、見てるってあのレッツメダカ言う人やろ言って、面白いわなあの喋り方、くっせすごいよな、なんかうさんくさいでなとか言われてね、当たってるけどもなんか腹立ってきてたんですけどね、まあええか思って、心の中で俺や俺や言ってね、まあ、もし俺や俺やって言うたらこれどうなんやろうなとか、あんたかいなとか言うんかなとかね、なんて言うんやろうとかね、わ悪口言うてもだごめんやでとか言うんかなとか思ったりね思ってるんですけども、まあ、そのまま帰ったという話なんですけどね、もうなんやねんっていう話でね、これ聞いてはるかな、
あんまり悪口言わんときますわ。でね、まあ楽しいですよ、こういう話ってね、メダカの話って。で、まあ、どんどん私もね、改良メダカにまだまだ疎いもんで、まあ、既存のメダカとかを、まあ、地元の方に広める活動、それこそね、生き物を大切にしてねっていう活動をね、広めていきたいともともと思ってましたので、ええ機会やなと思ってました。だから、まあ、今後もね、こういうメダカツ含め、メダカの販売含め、まあ、餌代になればええかなと思って、そんなガツガツ何千円のメダカって どっちみちね、何千円のメダカなんかこっちの辺ではね、なかなかそこまで皆さんみたいにメダカにね対しての熱量がやっぱ違うんでね、その辺は考えながら楽しくやっていきたいと思います。まあ、今日はそんな話で終わらせていただきます。はい、本日もご視聴ありがとうございました。もしこのチャンネルが良かったかなと思われた方は、チャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いいたします。それではまた明日に、明日ですよ、明日、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。